はい、どうも、りです。2019年になって、初めて開催される世界合同クリスマス&ニューイヤーフェスが、1月4日の金曜日から1月6日の日曜日まで、48時間ぶっ通して開催されます。それはね、ちょっと結構前からも話してるんだけど、覚えてた？僕は完全に忘れてました。フェスの内容に至っては、まあ、クリスマスと新年明けましておめでとうのお祝いのフェスだと思うんだけど、任天堂さんの公式映像から公開されてるのは、まあ、こういった画像です。ちょっと高級感があるこの金色と銀色のインク。あとはちょっとラメが入ってる。スプラトゥーンのインクって普段はラメとか入ってないんだけど、ヒーローモードに入るとね、ちょっとキラキラしたラメとかあるんですよ。今回のフェスもそんな感じになってます。ちなみにこの合同フェス、イベントとして行われるのは2回目で、1回目はハロウィンがあったんだよね。ハロウィンの時もハロウィン限定ギアがもらえたり、季節を感じるフェスでした。今回のフェスもね、季節が感じられるんではないかと思います。というのは、ステージに、まあこんな感じで、ステージにステッカーが貼ってあったり、まあいつものステージとはちょっと違ったような感じになるんですよね。綺麗になるんだよね。みんな忘れてたでしょ。俺も忘れてたけど、みんな絶対忘れてたでしょ。まあ忘れてるであろうから、フェスのお題は、年末年始は誰と過ごす？家族、おわ、仲間。まあこれがフェスのお題でした。まあ自分は家族かな。まあ俺の意見なんてどうでもいいんだけど。でなんだけど、久々にね、とあるメールが届きました。まあこの画像、冒頭で上げた画像なんだけど、フェスって毎回ミステリーゾーンあるじゃないですか。今回のミステリーゾーンってまだね、公開されてなかったんですけど、なんか、写真いただいたんで、せっかくだからご紹介したいと思います。でですね、今回のフェスにヒーローモードやオクトエキスパンションにいたタコドーザーが出てくるみたいです。ミステリーゾーンでタコドーザー出てくること初だと思うんだ。てか今まで完結戦とかライドレールで戦ってきたんですけど、タコドーザーが出るのは初ですね。初めての試み。ちゃんとやられたらタコドーザーにやられたって出るみたいです。これ面白いですね。で、もっとすごいのは、タコドーザーにロウソクが乗っているのか。これちょっと神秘的じゃない？なんかエモいわ。最近の言葉で言うとエモいわ。あとちょっと面白いのが、トランポリンが少し見えてるんだよね。もう今回もあるみたいです。ちょっと楽しみですね。ミステリーゾーンね、毎回面白いけどね、個人的にはやっぱり普段のステージの方が戦いやすさがあって、新しいステージってやっぱちょっと難しいじゃないですか。慣れるまでが難しい。でもフェスの時しかミステリーゾーンってできないから、まあ、そこはワクワクして面白いですよね。これどこで見たか忘れたけど、ミステリーゾーンのステージって、一応スプラトゥーンのステージとして、出る候補にもなったみたいです。あ、これイカ研究員さんがね、なんか記事書いてたわ。ブログかなんか見ました。僕、イカ研究員さんのブログ的なの見ました。こういったいつもと違うステージ出るのは本当に、飽きないし楽しいですよね。まあそんな感じで今回のミステリーゾーンにはタコドーザが出てくるみたいです。ということで私からは以上です。ご視聴ありがとうございました。